ということで今回はですね、バイキング飯、バイキング飯、はい、と題しまして、はい、ヴィンランドサガーの舞台である11世紀初頭のバイキングたちが一体どんな料理を食べていたのか、はいはい、その料理を再現していこうと、はい、ということになっております。まあ、本編のね、はい、設定に沿ってあのクヌート役の私小野賢章が講師役という、はい、クヌートは料理上手ですもんね。まあ料理上手なんで、料理上手なので、はい、あの僕がまあ講師役なんですよ。はい、じゃあもうさすがもうそれは上手なんですか。バッチリ。おっ、バッチリいけます。ということでね、始めていきたいと思います。まずは、はい、鶏肉の丸焼きを、もういきなりすごいですね。はいはいはい、作っていこうかなと。はい、まず下味みたいなの。下味みたいなの、はい、みたいなのを見つけていこうかな、みたいな下味をつけていこうかなと思います。はい、まずは塩を、塩かけて、はい、オイルを揉み込んでいきます。揉み込む、うん、塩、まあどうぞ。あ、え、あ、そういう感じですか。そこはちゃんと、え、丁寧にやるんだね。あそこガッてやって、ダメダメ、あ、ダメですよね。怒られちゃう、怒られちゃう。美味しいの食べたいですか。そうパラパラがいいのか、パラパラっとね。いいよ、パラパラがいいんですかね。本物の先生の方向かない。先生こっちいるから。不安なら俺の方見て。はい、うん、これで、うん、いいよ。オイルをすり込むまずはすり込むのよ。まずはすり込む。さあ塗り込んでって。はい、ちょっとじゃあ初めて、はい、ちょっと女の子だと思って丁寧に、ね、いいね、丁寧に。あ、いいよ。さあそしたら、はい、オイルをね、オイルを、うん、はい、やりますか。じゃあオイルをたらっと、これですかね、オイル。そうだね、気持ちよくさせてあげて。なんか鳥を、どう、いい感じにこう。鳥はどう思ってる。鳥は今、うん、すごく心よい感じ。心よい感じ。心よい感じです。心よい感じになってる。なってます、なってます。じゃあ続いていきますか。さあそれじゃあ、はい、鶏の中に詰めていく野菜たちを炒めていこうかと。はい、ニンニクを、ニンニクを、ニンニクらしい、ニンニクを炒めるんだ。ニンニクをまずね投入します。はい、ドン。よし、中火ぐらいなんですかね。あー、いい香りだ。どうですか先生。いい。で、これでベーコン。ベーコン、はい。じゃあ次野菜を投入します。はい、ネギですかね。はい、おお。いいですか。はい、おし、じゃあこっちにしましょう。はい、はい、うまくできるかな。ここに、うん、こんなちっちゃい、うわ、よしよしよし、全部いけた。オッケー、よしよし、いけました。わー、美味しそう。すごい、もうほんとこれだけで美味しそうです ね。さあ、じゃあこれを詰めていきましょうか。はい、じゃあちょっと男らしく、お、手でいってみて。手で、はい。あ、結構これ、あ、いいね、いいっすね。はいはいはい、いけたよ。いけます、これ。いけちゃう、いけちゃったんじゃない。これいけちゃいましたか。で、最後はこれを閉じます、はい、閉じる。いや、先生、OK。 うわ、すごい、できましたね。できた。はい、じゃあ続いて、はい、鳥さんと一緒に焼く野菜たち、野菜たち、そういうものをちょっと盛り付けていこうかなと思うんですけども、はい、一人じゃ絶対できないですけど、うんうん、やっぱこうやって協力してやれば、うん、結構こんなパンパンにできるとは思いませんでしたね。どういう風になっていくのか楽しみだよね。いや、楽しみですね。しかもあのこれなんだっけ、ウェブでレシピがなんか載ってるみたいなんでね、皆さんもぜひ試していただけたらなと思います。絶対美味しいですから。これは見たことあるよね。なんか香草です。香草、なんか鳥の上とかよく載ってるイメージある。あ、ありますね。じゃあ最後蓋をします。はい、これか。はい、アルミホイル。よっしゃ、よし、じゃあいよいよオーブンにね、はい、もうずっと待ち構えてるから。そう、ずっとね。いきますよ。はい、オープン、オープン、オープン。はい、うん、はい。何か言った？え、何も言ってないです。オッケー、よし、楽しみだね。さて、うん、鶏肉が焼けるまでちょっと、はいはい、お時間がありますので。お時間がね、はいはい、ここでちょっと勉強をしていきたいと思っております。勉強、はい、うん、テレビアニメ、うん、ヴィンランドサガの舞台となる時代にですね、うん、実際にバイキングが身につけたりしたもの、うん、それがこちらにあるものたちです。いや、すごいね。まずこのテントがすごいですね。一泊はしたいね。一泊はしたい。ここでまずこちら後ろにあるのがですね、はい、当時の、まあ、バイキングが身につけていたとされる服装のところですね、うん、これが男性用ですかね。男性用、麻のチュニックと麻のパンツを、身につけているのが、まあ、通例だったみたいです。お、結構長いんだね。そうですね、パンツがあるみたいですね。じ
パンツと、はい、じゃパンツもやっていただいて、はい、でこういう感じ、こういう感じだったの。なるほど、いうことだそうです。夏は涼しそうだしね、はい、そうですね、うん、そしてそしてこちらですよね。お、ここにあるのがですね、うん、トールシンのハンマーをモチーフにしたアクセサリ ー、これハンマーだったんだね。俺なんかあのさ、怒り俺よくこれ怒りだと思ってた、ずっとこの形が。あ、そうですね、このこうやってさ、あの船をこう、はい、安定させる、はいはい、ありますね、ありますね、をこうみんなつけてるのかと思ってたら、トールシンのハンマーだったんだね、これ。そうみたいです。こちらにありますのが、うん、オーディンシンのチャーム。はー、オーディンといえばあれですね、うん、このバルハラの主、はいはい、と言われていまして、ね、もうヴィンランドサガでもね、バルハラはキーワードとしてたくさん出てきますからね。そうですね、うん、はい、これとかも普通につけてる人 いそうだもんね。あ、かっこいいですね。おお。かっこいい。いいな、僕もちょっとこれとか普通にオシャレだよ。お、来た、ちょ、トールシン、トールシン来た、来たよ。うえちょっと待って、はい、逆だけどね。逆でした。